はいえー、皆さん、こんにちは、えー。情報処理技術の基礎の第4回の内容をやっていきたいと思います。えー、今回も前半に、えー、解説をして、そして、えー、後半に実際に手を動かしながら作業をしていくという、そんな内容でやっていきたいと思います。はいえー、今日の内容ですけれども、えー、配色の基本と、えー、画像と写真の配置という内容でやっていきます。 この映像はおそらくです、ねえー、課題の公表が終わった後見ている状態になっていると思いますまず最初にですねこれはあのーまあ、前回の課題でも出てきていたんですけれども画像と写真の配置についてもう少し詳しくやっていきたいと思います、えー、画像というのは非常にあのデザインの際に、まあ、写真もそうですね、えー、とても有効ですで画像優位性効果 ピクチャーサプリメンタリーエフェクトというのがあるんですけれども、えー、これはですね、えー、文字や言葉よりも画像を含む情報伝達の方がより記憶に残りやすいというような現象がありますちょっと30秒の非常に簡単な映像があるので見てみたいと思うんですけれどもはいもしですねある情報があったとして それを覚えているのは、まあ、大体3日後には10%ぐらいしか残ってないところが画像,とか文字画像とか写真と一緒にその情報を伝えると65%の人が3日後も覚えているつまり6倍も違うということで画像とピクチャー図ですとか写真による情報伝達が非常に優れているという、まあ、そんな内容のビデオです、まあ、非常に簡単なものでしたけれども という感じでですね、まあえー、画像とか写真の使い方を工夫すると、えー、非常に印象に残りやすい、えー、資料、デザインを作ることが可能です。で、ちょっと画像、写真についてもう少し細かくやっていきたいんですけれども写真のまず基本的な配置方法についていろいろ紹介していきたいと思います。で、まずですね、この写真とか画像の形、えー 四角半と切り抜き板という区別があります。この四角半というのは、えー、見てわかる通り、この写真がこう四角形にきちんとこう区切られている。まあ、写真を撮ったこの、えー、枠がよくわかる状態ですね、えー。それに対して切り抜き板というのは、まあ、この背景を切り抜いてあげてで、背景を切り抜くとこの枠が四角くなくて自由な形態になります。 このような半径、そういった写真や画像が存在します。まあこれは今この例ですと写真ですけれども、イラストなんかでも同じように四角半と切り抜き半が存在すると思います。で、四角半によるレイアウト例なんですけれども、四角半の場合にはこうやってきっちりとこの枠線があるので、グリッド感がはっきりしてきます。その結果どうなるかというと、 落ち着いて整然とした印象とてもこう整った印象を与えることが可能です今こちらの例にあるようにこの四角半が上のところにこうきちんと乗っているのでとてもこう落ち着いて整然とした印象を受けるのではないかと思いますはいそれに対してこちらは切り抜き半によるレアウト例です切り抜き半にするとですね先ほどのようにこう 明確にグリッド感はなくなるんですけれどもとてもこう写真がこう押し出された印象になりますので、えー、とてもこう被写体の注目度が上がるそういったようなレイアウトになります代表的な例ですと雑誌の表紙なんかで、えー、切り抜き版がすごくこう大きく配置されているまあそんなような雑誌なんかの、えー、表紙のレイアウトを見たことある方も多いんじゃないかと思いますこのようにどのように切り抜くかによっても写真とか、えー、画像の 印象は大きく異なってきますさらにですね四方を立ち落としと書いてあるんですけれどもこれはですねもう写真を大きく使ってでもうその半径半面この、えー、デザインしたい半面の四隅で画像を立ち落とすもう切り取ってトリミングしてしまうんですそうするととても迫力のあるデザインになります今ここちらを見てわかるようにすごくこの 猫の写真が非常に全面に出てきて非常にこう迫力あるデザインと感じられるんじゃないでしょうか、まあ、その代わり文字要素はあまり多くは入れられないかもしれません、まあ、これもレイアウト次第ですけれども文字要素を少なめにして画像のインパクトを最大限に生かしたそんなデザインになりますはい3方 <coughs> 立ち落としこれは何かというとですねまあこれはあのどこに配置するかにもよりますけれどもこの例ですと上と左右 の部分を立ち落とし、つまりこの枠、えー、余白なしで全てこう、えー、トリミングするようにするそうするとどうなるかというとこう空間的な平昏を感じないでしょうかこの文字が入っている部分がちょっと前面にあってで写真がこう奥行き奥の方に写真が配置されているそんな風に感じられるんじゃないかと思います、まあ、このようなどのように写真を配置するかによっても大きく印象を変えることが可能です <laughs> で、えー、画像と写真についてはまあ今後実際に最終課題で皆さんにポスターを作ってもらおうと思うんですけれども、えー、その際にもいろいろ追加で情報をやっていきますけれども、えー、今日はもう一つ新たな内容を説明していきたいと思いますそれは配色です、えー、まずですねこれあのー、非常に基本的な内容になるんですけれども、えー、光と インク。つまり、印刷とコンピューターなどのこの発行する画面では、色の三原色が違うという部分に注意が必要です。皆さんが三原色というと思い浮かべるのは、こちらの左、左の方ではないかと思います。RGB と呼ばれる、レッド、グリーン、ブルー。このレッド、グリーン、ブルーを混ぜると、えー、ホワイト、白になります。 これが光の三原色です。それに対して、今回のように印刷物を使ったメディアの場合、インク、まあ顔料を混ぜていくわけですけれども、そういう場合の三原色は光の三原色と異なります。CMY と言われるシアン、マジェンタ、イエロー,、えー。この色がシアンです。で、この色がマジェンタ。で、これがイエローです。 で、この3色を混ぜると黒、ブラックになります。で、皆さんが今後印刷、例えばポスターを作ったり、リーフレットを作ったり、そういった場合に使うのはこちらのインクの3原色の方になるというところに注意が必要です。つまり CMY という3原色を使っていきます。で、さらにですね、実際には CMYK という、えー、三原色プラスもう一色を使うんですけれどもこの K は何かというとですね、まあ、具体的には黒になります、えー、ただですねこれはあの黒だから K ではなくてキープレートの略になっています、まあ、実際昔の印刷の際に画像の輪郭などの細部を示すために用いられたこの版を キープレートと呼んでいたんですけれども、まあ、実際にはこう、現在では黒のインクのことを CMYK の K と呼んで、えー、CMY プラス黒で CMYK という色を使っていきます。で、さらにですね、RGBCMYK とは別の色の捉え方で、色,色相、彩度明度、色相を英語で言うとヒュー、 サイドはサーチュレーション、明度はブライトネス。この色相彩度明度によって色を表現することも可能です。色相というのは何かというと、ここの図にあるように、まあ、色の,この種類、まあ、虹のようなこう色のスペクトルを考えてもらうといいんですけれども、 赤から始まってオレンジ色になって黄色になって黄緑になって緑になって青緑になって青になってそして青からまた紫になって赤になっていくというようなこの色の属性色の種類これが色相ですで色相と今度彩度、明度という2つがありますサイドメイドちょっと紛らわしいんですけれども彩度、サーテュレーションは色の鮮やかさです まあちょっと後で実際にカラーピッカーなどを使いながら見ると分かりやすいんですけれども、えー、鮮やかな色になればなるほど、このグレーからだんだんこう色がはっきりした、色彩のはっきりした色になります。それに対して明度っていうのは色の明るさです。どん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 明度を下げていくと黒になっていきます。ちょっとこの図だけだと直感的に分かりづらいかもしれませんので、一つサイトを紹介します。 えー、Google で、カラーピッカーで Google と、えー、カラーピッカーというツールが出てきます。で、こちらで、この横のこのバー、これが h ューです。これが色相に当たります。色相を変化させていくと、この、ここの部分を見てほしいんですけれども、色相を変化させていくと、色の種類が変わります。 それに対して、ここの、このえ平面、これがですね、縦が明度を変化させています。横がサイドです。じゃあちょっと、この青っぽい色に色相して、まず明度を変化させてみましょう。この状態が一番明度が、あ明るい明度の状態。明度を下げていくと、このように色の鮮やかさは同じままで、明るさが変化していきます。 それに対してサイドというのは、えー、例えばこれが一番サイドの高い状態一番鮮やかな状態ですサイドを下げていくとわかりますかね色の今度明るさは同じままで徐々に色の鮮やかさが失われていきますサイドを一番下げると最後はグレーになりますただし色の明るさはそのままですこれで色相、明度、サイドのイメージがつかみやすいんじゃないでしょうか Google でカラーピッカーでググ e とこのツールが出てきます。<laughs> はい。まあ、イラストレーター、今回はちょっと使いませんので、イラストレーターはないですけれども、イラストレーターなんかにもこういったカラーピッカーは対応しています。はい。で、ここでですね、ちょっと先ほどのこの色相についてさらにちょっと考えていたいみ,み,みたいんですけれども、この色相、 輪っっっかかかになてているっての分かるでしょうかこの赤から始まって徐々に変化していってどん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 変化していってまた最後また赤に戻るんですつまり全体がこう循環しているんですね輪っかになっているイメージですそれを表したのがこの色相感カラーサークルという表示ですこれは色相がこうどん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 変化して輪っかになっている状態を表していますそしてですねこの 色相関の中でこう隣り合っている色。これを類似色,類似色と呼んでいます。まあ、似通っている色ですね。類似色です。それに対して、この対角線上にある色。これを補色と呼んでいます。まあ、一番こう対になると言いますか、保管し合う色。例えばこう、肌色っぽいこう色の補色はこの紫色っぽいだ色だったりとか。 青っぽい色の補色はオレンジだったり、まあ、この補色の関係というのも理解しておくのが重要ですさらに3種類の色で配色しようと思った時にこの三角形の配色トライアドカラーなども非常に便利な考え方ですこのちょうど3等分になるように選んでいくとこの3つがそれぞれ違った色相の色合いになっていくわけです でですね、こういった、まあ、色相と明度と彩度を組み合わせて色のこうグループを作っていくわけなんですけれども、えー、その際にトーンというものがありますトーンというのは明度と彩度を組み合わせたものですで、同じような明度、同じような彩度で色々な色素を集めたのがこうこ,こにこうグループ分けしてあるんですけれども例えば 高い明度で低いサイド、低い鮮やかさ、低いサイドの色はペールカラー。それに対して、例えば、明度もサイドも非常に高い色。これはビビッドカラーとか、この明度とサイドの組み合わせによって、色のキャラクターが決まってきます。まあちょっとこの図は後でスライドでよく見ておいてください。で、えー、ここからですね、 調和の取れた配色を作るにはどうすればいいんだろうということを考えていきたいんですけれどもまあいろいろな、えー、やり方がありますただ基本はですね先ほどのこの同じトーン同じメイドとサイドを組み合わせると調和の取れた色が作りやすくなりますただし、まあ、メリハリがなくなってしまうという,う欠点もありますでこれは、まあ、正,正解はないんですけれどもいろいろな配色の手法について 紹介していいいきたいと思いますまず一つはですねドミナントトーン配色です先ほど言った明度と彩度を揃えるというやり方です、えー、この上のこれはちょっとこうペールカラーっぽいこう薄いサイドがちょっと低めで明度が高い色で揃えた配色下はですね明度がかなり低めで彩度もちょっと低めな配色 というように明度と彩度を揃えることによって調和の取れた配色というのが作れるようになりますこれがドミナントトーントーンを揃える配色ですそれに対してドミナントカラーという配色これは色相を決めてしまってで同じような色相の明度と彩度が違う色というのを揃える方法例えばこれ上はちょっとこう青っぽい色相こちらを えー、基調となる色相にしてで、メイドとサイドのバリエーションをつける方法下は黄色っぽい色の色相を決めてでメイドとサイドでバリエーションをつけていますでこういった配色、えー、オンラインでですねさまざまな便利なツールが紹介されていますで今日紹介するのはですねここの,あのサイトに全部紹介してあったんですけれども、えー、この、えー、色選びにかかる時間を短縮 カラースキーム作成アプリ12選という、まあ、この、えー、サイトからピックアップしたんですが、えー、この中から、えー、いくつかちょっと紹介したいと思います、えー、一つ目はですね AdobeColor というオンラインツールこれはあの Photoshop とか Illustrator ーーといった、えー、様々なアプリケーションを開発している Adobe で提供しているオンラインのカラースキーム作成ツールです非常によくできています ここにアクセスすると、まあ、まず最初にこの、えー、適当にこうランダムに選ばれますでここの左側のこのメニューこれがですねどういった方法でカラースキームを作るかというのを選択できますこのアナロガスというのはこれ類似色ですねあとこのトライアドこれはあの先ほどでやったあの三角である、えー、三角形の配色スクエアなんていうのもありますこれは四角形ですね ま、その他、えー、カスタムだったり、シェイダーズ、シェイズ、シェイズだったり、ま、いろいろなカラーのこの選択方法が選べます。じゃ、例えばこのトライアドにまずしてあげる。で、全部でこれ5色選べるんですけれども、トライアドの中でまたこの色相明度をですね、いろいろ操作できるんです。同じトライアドの中で、こう、ちょっとバリエーションをつけることができます。で、ここを下見ると、この配色がこうやって出てきます。 で、ここでいろいろ自分で見ながら、目で見ながら、この自分のちょっとこう、求めている配色を調整していきます。で、これで出来上がります。で、えー、ここでですね、えー、カラーモードを RGB から CMYK にしてみましょう。そうすると、この、えー、この場合は0から100ですけれども、CMYK でこの配色の割合が 表示されますさらにですねここの上にシャープホニャララホニャララってのがありますがこれは16進数でで色色を表表ししている色の表し方ですちょっとこれ後でこの使い方はイン,インクスケープに行った時に説明していきたいと思うんですけどこれとこの例えばシャープ 18A841 とこの CMIK が8606234は同じ色を指しています。 これが Adobe Color というツール。で、同じようなツールがいくつかあるんですけれども、ちょっともう少しちょっと変わったのですと、この Color Supply というツール。こちらはですね、あ、ちなみにこのあのリンクは同じあのウェブサイトに貼ってあるスライド資料の PDF にこうやってリンクを辿れるようになってますので、えー、そのリンクはえ PDF から辿れるようにしてください。 こちらもですね、いろいろな配色のこのルールにのっとって色が決められます。えー、ちょっと最初に戻りましょうか。えー、コンプリメンタリー。これは補色ですね。補色関係。で、えー、補色関係でこれ自分でこうやって変えていくことができます。で、さらに面白いのはですね、この下の方に この配色を使ったイラストですとかパターンとかグラデーションのサンプルが出てくるのです。出てきます。ですので先ほどのアドビカラーなんかよりもよりちょっとこうなんて言うんでしょう、えー。より具体的にデザインした時のイメージがこう出てくるんじゃないかと思います。えー、アナロガス。これはあの類似色ですね。これも類似色でデザインした時のこのサンプルが出てきます。トライアド。三角形の配色。 えー、このスプリット・コンプリメントこれは何、えー、てえばいいでしょうね、えー、この補色関係にあるんだけれどもちょっとこうスプリットしているこの他2つはこう分かれているようなこんな配色スクエア四角形の配色その他ですねフレッシュこれはちょっと難しいなフレッシュ配色いろいろなこうカラースキームの作り方で漫画というのもありますネイチャーなんかもありますまあいろいろな色が選べるようになってます まあここら辺も参考にしてみるといいかもしれませんさらには、えー、クーラーズでいいのかなクーラーズというサイトこのクーラーズというサイトはよりですね細かくこうマニュアルに色が作れますこのサイトに行ってここのスタートザ・ジェネレーターのボタンを押しますとカラー・ジェネレーターが出てきてでここで、えー、カラースキームのジェネレートメソッドなんかを選んで で、生成してあげると、えー、ここで、あ、これスペースキーをジェネートするんですね。ジェネートすると、次々とカラースキームがこう出てきます。で、このスペースキーをバンバンバンと押しながら、ちょっとこう自分の気に入った、えー、配色を生成してあげて、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、えっ、ー、と、トライアディックにしましょうか。三角形配色。で、こうやってみます。で、こうやって口に、うん、これがいいなっていうのがもし見つかったら、さらにここですね、 微調整できますここで、えー、っと、こうかな。View Shades ってやると明るさをこう変えられたりとかしながらこう、この全体のバランスを見ながら細かく色を変えていけます。さらには、えー、この Copy Hex ってやると、この、えー、色相を あじゃないこの色合いをコピーしたりとか、まあ、いろいろな機能がついてます。あと、この順番を入れ替えたりみたいなかもできます、まあ。かなり細かくいろいろな色の設定が、えー、設定できるんじゃないかと思います。で、ここに書いてある数字は先ほども出てきたこの16進数で表した色の数字です。この使い方ちょっと後で説明します。はい。えーまあ、さらにはですね、これマテリアルツールズーのマテリアルデザインのカラーツールというのがあります。 これはですね、Google の提唱しているマテリアルデザインという、まあ、あの色の配色メソッドがあるんですけれども、それを使った際の配色のサンプルです。こちらはですね、よりこう、ユーザーインターフェースなんかを作る際の配色が簡単にこの基本のカラーをもとに作っていくことが可能です。ユーザーインターフェースを作る際などは、この カラーツーツルとても役に立つんじゃないかと思います。はい、という感じでまあいろいろなオンラインのカラーツールがありますのでこんなのを積極的に利用していくとお整った配色が、えーまあ、比較的簡単に作れるんじゃないかと思います。で、えー、本日の課題です。本日はですね、まあ、今日紹介したオンラインの配色サービスをまずは一通り使ってみて。で 気に入った配色サービスでカラー、あカラススキームになってますね。カラースキームを作成してください、まあ。配色を作成してください。で、今日もまたインクス、インクスケープのテンプレートを用意してきたので、そこにこう色を実際に塗ってもらって、で、それを提出してもらいます。提出してもらいます。で、今回は学籍番号と氏名を入れたテンプレートを作りました。えー、まあ今日はあのこの動画を見ている Web ページと同じページに えー、テンプレートのダウンロードのリンクがあります。そのテンプレートをダウンロードすると、えー、ZIP ファイルがダウンロードできるんですが、その ZIP ファイルを展開すると、このように ITBASIC200602 テンプレートというフォルダになりまして、えー、その中に一、えー、つ、この Inkscape の SVG ファイルが入っています、えー。こちらを開く際には、まず最初に Inkspace を起動して、 はい。起動しました。インクスケープを起動して、でインクスケープのファイルメニューから開くを選んで、で、この SVG ファイルを選んでオープンしてください。はい。こんな感じの、えー、よいしょ。もう少し縮小しましょうか。はい。こんな感じのテンプレートになってます。この今はこれグレースケールですけれども、ここに色を入れていってほしいんです。この一個一個の四角を選択すると、 えこの塗りの色が選択できて、この色を変えるには、ここでフィルストロークのメニュー、フィルストロークを選んで、ここで CMIK を変えることもできます。で、さらにですね、ここに RGBA と書いてあるんですけれども、これ何かというと、これが先ほど出てきた16進数の色の値です。じゃ例えばですね、Adobe の Adobe カラーで配色をしようと思ったとします。で、ここでいろいろ 配色を決めてくださいで、いろいろこう、いろいろ試した想定で、で、ここで、えー、RGBA の、RGB、ごめんなさい、えー、CMIK で色が出てきてます5。5色。で、これを先ほどのサイトに、あ、先ほどのテンプレートに適用してほしいです。で、えー、CMIK でやる場合には、えっ、ー、と、こちらですね。CMIK でやる場合には、ここの値で、今だと8919034。 89、19、0、34。で、最後の α はすべて100で OK です。透明度なしで OK です。これで一つ目の色が同じように塗れました。この要領で、今度は0、42、28、5。0、42、28、5。あ、間違えた。ごめんなさい。えー これちょっとアンドゥしますねさっきの色を消してしまいました、はい、次の色を選んで失礼しました次の選んで0 4ロ2 8 5 0 4 2 2 8で5ですねでまた色を変えて2760527605 というふうにやってきます。あともう一個ですね、この16進数の数でもできます。ただちょっと注意が必要なのは、今この、例えばこっちのこの色ですと、F2E54E になってます。F2E54E。これはですね、16進数で RGB の値を指定してるんです。なのでさらに、α がここについているので、最後は必ず FF です。例えばこの色だったら、F、うんえっ、ー、と、 F2E54EFF になります。はい。で、ちゃんとこの同じ色になりましたね。はいまあ、CMI 系の方が分かりやすいかもしれませんね。044935。044935。はい。α は全て100です。これで、えー、この。 Adobe Color で、作った色がそのまままこちらに取ってくれましたで、そうしたらですね、今回ここに配色のタイトルをつけてほしいんです。配色のタイトル、何でも構いません。例えば、なんでしょう、パステルとか、まあ,あんまり工夫がないですが、で、ここで学籍番号入れてください。で、名前入れてください。はい。これで今日の 課題は完成ですこの SVG ファイルを保存してで、えー、また、えー、Google フォームズから提出してください,、はい。というのが本日の課題なんですが今日はさらにですね最終課題、まあ、最終課題といっても前,回前半6回分の 田所担当の部分の最終課題なんですが、えー、この前半の6回分で Figma とインクスケープを使ってグラフィックスのデザインの基本をやってきましたがそのまとめとしてですね皆さんに課題をやっていただきたいと思いますで今回はちょっと今期で初めてやってみる課題なんですけれども身近なもののポスターを勝手に作るという課題にしてみました これはどんな課題かというとですね、自分の身近にある、愛用している製品の魅力を紹介するポスターを作ってほしいんです。で、題材にする製品はもう何でも構いません。身近にあるものであれば。例えば普段使用しているコップですとか、いつも使っているボールペンとか、まあ、例えばですね、愛用しているノート PC とか、愛用しているギターですとか、そういった身近にある自分が愛用してすごく魅力を感じている製品の ポスターを作ってほしいんです。その製品の魅力が伝わるように、えー、出会うとしてデザインしてほしいなと思います。というわけで来週までにですね、ちょっとやってきてほしいことで、まあ、まず何の商品を、何の製品を紹介するか、その素材を決めておく。何を題材にするかを決めるというのがまず一つ。そして、その紹介する写真の写真を撮ってください。 まあこれはスマートフォンで撮影して全然構いませんので、えー、まあかっこよく見えるように工夫して写真を撮ってください複数の写真を組み合わせても OK ですでさらにその製品のキャッチコピーを考えてみてくださいキャッチコピーというのはまあ短いこうタイトルのような形でその製品を一言でこう言い表すようなえまあコピーですよねを考えてほしいんです、まあ、これも皆さんちょっとセンスよく作ってほしいと思います で、さらに200文字程度でその製品を説明する文章も用意してください。で、これを実際に写真と組み合わせてレイアウトしていくというのをやっていきたいと思います。というのを、これは来週までに、次回までにやってきてください。そして今後の予定なんですけれども、今日が第4回ですが、次回が第5回、6月9日になりますが、前半の最終課題、今説明した もののこう自分でこう愛用しているものの魅力を紹介するポスターを作るというのの制作実習にしますつまりまあほぼ全部の時間を制作時間に充てたいと思いますでその間に質問などを受け付けますそして第6回6月16日は最終課題を皆さん提出してもらってその公表会を行いますつまり一人一人のポスターをこう表示してで えー、その作品について公表を行っていくという最終、まあ、この前半6回分の最終公表会になりますで、えー、この第6回目までで、えー、田所担当のパートは終了して、えー、そして、えー、次のパートの伊佐先生によるドキュメントですとかスプレッドシートの使い方のパートに、えー、変わっていきます、はい、というわけでそんな感じで徐々にこ,うこのパートも大詰めに差し掛かってきましたが えーまあ、楽しみながらやっていきたいなと思いますそれでは、えー、今日のカラーリング配色の課題をまずはやっていってください、えー、また来週やっていきたいと思います